林光寺は、茨城県水戸市にある、浄土新州単立の仏教寺院。三号は、花林山。本尊は、阿弥陀如来。自伝、花林三林三寺本堂、根流公園所へ開放命名簿によると、文英二年、水戸城城下、千波湖の北に、清史良が回帰したのが始まり。清史良は、鎌倉の詩人地区を入道村年の子孫であり、この地に移り住んでいた。 浄度新州本願寺、第二世、女神商人が、日立の国を周遊した折、清史城は、法教に返した。その際、女神商人により、名を女実と授かった。その後、漢文十年に、水戸藩二代藩主、徳川光国により、三世二十三歩余りを賜り、現在の地に移った。大正時代は、臨光寺は最悪にあい、本堂が荒廃していた。 林港寺住職第15世大成は、本堂再建を計画するも病にて制居。その意思を継いだ林港寺住職第16世達沖により、再び本堂再建が進む。しかし、過去最大の寄付金が集まる者の控えが足りず、本堂建立は困難を極めた。大正15年5月 講演者と、友本堂再建講演会を設立し、大正15年7月15日寄付金集めの集会を、三戸市下市竹住町街道で開催した。この際、寄付金特別参上者として、画家を竹地区派を竹越道が出席している。寄付金教室の賛同者の要望に応じ、全室の画家2名は、肝の筆を走らせた。なおこの際の寄付金は、 一口三十円であった、大正時代の日本優先の慶応大学出身の、初任給が三十円であった、旧正専門学校 P154 課、行進書、天野育男著、ありがとうございます。